パルプン亭 J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は J リーグ移籍話、こぼれ話の第12弾でございますね。よろしくお願いいたします。ということでですね、やっていくんですけども、今回表題こちら、オルンガ、カタールのアルドハイル移籍かということでございましてですね、本当中東への移籍がここに来て、できたオルンガ選手でございますけどもね、さあどうなるかということでございますね。で、エベラード、やはり中国とカシマンドラードね、フォワード、エベラード選手でございますけど、以前もね、中国移籍じゃないかとお話がありましたけど、今回結構具体的な話がありました。で、スーパーリーグ、中国スーパーリーグ現在、改革をしております。その影響というのは今後日本にも、訪れると思いました。どういう影響が出るかというのをお話ししていこうと思います。で、北九州は藤谷選手、神戸から藤谷獲得で、坂は大分、山下は鳥栖でいうことで動き始めましたね、九州勢がですね。で、この九州勢もそうなんですけど、それも含めて、今後の移籍市場の、風向きっていうのは結構変わってくると思いますので、この移籍市場今後、年明けからどう変わってくるのかっていうのを、お話ししていこうと思います。よろしくお願いいたします。ということで早速、やっていくんですけども、こちらからやっていこうかなと、紹介しないニュースたちということでましてですね、紹介しないニュースたちを紹介していこうと思います。で、FC の残留ということで、清水エスパルスの FC の残留ということでございます。今日は原輝樹も、この清水エスパルスへの移籍が決まりましたので、これ本当清水はすごいね、いい補強をしていますね。で、本当ね、中東には油田がありますけども、静岡にも油田があるんじゃないかっていうぐらい、ここをね、石油かなんか静岡に見つかったのかっていうぐらい、すごいね、お金を清水使っておりますね。本当ね、お茶じゃなくて油の方が出てきたのかって思うぐらい、本当すごいお金の使い方で、これが、J リーグ移籍市場を賑わせておりまして、非常にしかも効果的に補強しているので、すごいだと思いますね。で、中島翔也は再び中東へということでございましてですね、中東のクラブからオファーがこの日本代表ミッドフィールダーに来ているということでございますね。で、ポルトガル国内からも、移籍のオファーっていうのがあるみたいで、さあどうなのか今年の冬、注目でございます。で、星京湾は松本ということでございまして、星京湾は今日の発表では、星京湾は今日の発表じゃないというとなんかあれですけどもね、やっていけ、星京湾は、昨日の発表でございますけど、松本山がの移籍が、決まりました。松本も本当ね、素晴らしい補強しておりますね。で、栃木の瀬川は、関東一部クリアソン新宿ということでございましてね、僕が J2 のベスト11の前半戦のベスト11に上げた栃木のサイドバック瀬川選手が、ここで J リーグから、今度は、関東一部に移籍ということでございますね。で、僕が初めてサインをもらった選手とおなじみの、鹿島の糸は千葉へ移籍ということでございます。僕が初めて鳥栖の方でね、サインをもらったのはこの鹿島の伊藤選手なんですね。プロサッカー選手で初めて、サインをもらったのはこの伊藤選手が、オリンピック代表候補の試合で、あれはガーナだったから2015年ぐらいの、来ていて鳥栖にですね、その時サインをもらった僕のサイン第1号は、伊藤選手でございます。本当ね、すごいポテンシャル持った選手でございますので、千葉での移籍、これがね、きっかけで、サッカー人生また変えてほしいと思いますね。はい、ということで、本編いきましょうかね。今回ちょっと早いね、本編いくのにちょうどいいぐらいですね。やっていきます。柏レイソルの MV を柏レイソルの MVP 男オルンガ、カタールのアルドハイルへ入る、今どこにおるんがということでございましてですね、次行きましょうかね。次、エベラードはやはり対談かじゃなくてですね、ちょっと戻りますけども、そう、このアルドハイルへ入ると今どこにおるんがをちょっと言いたかっただけです。はい、それを言いたかっただけでございますけども、ですね、やっていきますけど、中東メディアが報道ですね、メディアっていうか、ツイッターのね、あれなんですけどもね、報道でございまして、で、もうおるんがね、今、もう中東へ向かうであろうとね、いうことを話しておりますね。ただ、オルンガは、ルヴァンカップの決勝がありますので、おそらく日本にいるんじゃなかろうかと思いますけども、さあどうなんですかね。これでルヴァンカップの決勝で、オルンガがいなかったらそういうことなのかなと思いますけども、さあこれはちょっと様子を見ないと分かりませんね。で、イタリアではないのか、イタリアに本人は移籍したいと言ってたんですけど、確かにちょっとね、カタール中東の方でございますので、ちょっとイタリアの方には近づいたかなって感じは、距離的には近づいたかなと思うんですけどもね。で、それで隠れた名選手に選ばれたということで、実はね、これヨーロッパだったかな、新聞、メディアの報道で、各国リーグの、得点王たちとか、活躍した選手たちということを、報道というか、そういう特集がされて、そこにオルンガの名前が載ったということでございまして、世界的な、隠れた名選手みたいなことで、紹介されていたので、実はそんなに、オルンガの名前って、そんなに広がっていないのかという感じが、しますけれども、ただここに来てね、中東移籍かということでございまして、ただこれに関してはやっぱり、しょうがないんですよね。なんというかね、まあ、ここでお金のためかとかで、結局は金かとかいう方ももしかしたらいるかもしれませんけども、まあ、このオルンガ選手自体はすごくいい大学出て、すんごいいい資格を持っているんですよね。で、やっぱりそれぐらいね、まあ、アフリカの中ではね、こう人としても成功している方でございます。ただやっぱりアフリカっていう貧しい国の中に出てきた、このね、本当ヨーロッパで通用する選手でございます。本当家族を養うとか、国のためとかそういうことを考えると、やっぱりね、少しでも金銭的にこういい条件のところに行くっていうのは僕は全然しょうがないのかと思います。やっぱりなんだかんだでね、お金って大事です。やっぱりサッカー選手って、まあ、選手寿命短い、まあ、最近長くはなっていますし、三浦和のようにですね、もう本当大ベテランがいる J リーグではありますけれども、ただやっぱりお金は大事です。本当ね、それは僕らがいくらね、それ結局は金かって、まあ、言っちゃう人もしかしたらいるかもしれませんけれども、やっぱり僕だってね、給料のいいところに転職したいと思う時もありますし、それはやっぱりそれは人それぞれの価値でございます。そこはやっぱりオルンガ採用の選択をしていただきたいと思います。ただちょっとね、まあタクラブの人間からすると嬉しい反面寂しさが勝る。やっぱりね、やったオルンガ移籍か来季ちょっと、いいんじゃないかって、ちょっとねレイソル戦の勝率上がるんじゃないかと思う反面、でもやっぱりオルンガみたいなね、何10年に1人 J リーグに来るかどうかのような選手はやっぱりね、残ってずっと見たいなという気持ちがただの、ね、J リーグ好きのおっさんからしたらやっぱあるので、そこはやっぱりねちょっとまあ移籍すると残念なんですよ、本当正直。ただやっぱりまだ J リーグで僕は見たいので、できれば残っていただきたいと思います、オルンガさん。はい、ということで次ですね、次、エベラルドやはり退団かということでございます。先ほどはね、J リーグ、J リーグの MVP オルンガ、そして得点ランキング1位ベスト11のオルンガでしたけど、今回同じベスト11、そして得点ランキング2位のエベラルドの話でございますね。で、今週の、来季を報じる記事の紹介ということで、これ公衆付録でいいんですかね、記事で紹介を、されました。まあ、来シーズンね、公衆はこういうチームでやっていくよっていうことを紹介する中で、エベラルドの獲得も濃厚であるみたいな、ちょろっとした紹介が、まあ、されたみたいでございまして、相当話は、進んでいます。で、おさらいとしまして、まあ、今後の中国スーパーリーグということでございまして、まあ以前もちょっとねこのニュースの話で、したんですけども、今後中国はサラリーギャップ制ということでございます。まあ、給料に、上限をつけていこうという話でございます。で、外国人選手で、何億円とか、中国選手は何千万とか何億円とか、上限を決めることによって、まあ、経営の健全化、っていうのをしていこうと、スリム化をしていこうということでございまして、まあ、そういうのをやっていくと、まあ、いうことでございまして、だから外国人選手のね今後こうなんだろうな、まあ、ヨーロッパで知名度のあるような選手が、中国にまあ来たりとか、そういうのがまあなくなるよと、ね、いうことでございます。本当身の丈に合った経営をやっていこうというのが今後のスーパーリーグでございまして、本当大物外国人がもう中国に来ることって正直もうないのかと思います。制度のせいで。で、それで言うと今後じゃあ中国がどこに目を向けるかっていうと、やっぱり日本かなと思います。まあ、今回オルンガはまあ中東って言われてますけれども、エベラルドみたいに J リーグで結果を残した、外国人選手、ブラジル人選手を中国が獲得するっていうのは、まあ、これは全然あると思うんですけどもさ、これで問題になってくるのは、変わるのはやっぱりね、まあ、もちろんさっきも言いましたけれども、移籍市場で日本の外国人選手がとか日本人選手が狙われる、まあ、中国からしたら日本人も外国人選手になるので、まあ、もしかしたらね、今国本選手とか中国で、国本は韓国か、すみません、国本は韓国で、ごめんなさい、今ちょっとさらっと間違えました、本当さらっと間違えましたけどもね、まあ、中国にもね日本人選手の移籍っていうのはもしかしたらね、ある可能性もあるのかと、なかなかね、なんか日本人が中国でってイメージないんですけどもね、ただ僕はやっぱりこういう中国みたいなね、なんていうかね、まあ近くの国というほどでもないですけども、まあ、そこでね、まあ、日本人がプレーしても全然いいのかと、それが選手のためになれば僕は全然、いいのかと思いますね。で、まあ、それでいうとやっぱ変わるのは ACL ですよね。ACL で中国に日本人の選手がいて、そこの選手と日本人クラブをやるみたいなこともありますし、で、まあ、日本で活躍した外国人選手が ACL に出てくるみたいになると、ちょっとね ACL で中国がまたやっぱり上に立つのかと。やっぱり今まではね、オスカルとかフッキとか、まあ中国いましたけれども、まあ、そこに入っていくのが日本で活躍したそれこそエベラウドとかオルンガ級の選手になってくるわけでございますので、そういうことで言うと、まあ、やっぱり中国、ね、なんやかんやでサラリーギャップ制で大物外国人は取らないけども、日本の選手がターゲットになると、やはり今後 ACL で戦うときは、脅威になってくるのかなと思いますね。だから今後は日本の、まあ、外国人選手が、中国移籍って増えるのになかろうかと思います。補強の優先度が変わる。これは鹿島の話でございますけれども、まあ、ずっと鹿島は今年の、補強はボランチで、考えていました。で、ブラジル人選手ボランチで1人獲得しようとしたけど破談になったっていう選手がいましたけれども、それぐらいちょっとボランチね、レオシルバも結構高齢化進んでいますし、ここを最優先でおそらく、動いてきたと思うんですけれども、ただここに来てもしエベラルドが移籍となるとボランチよりも、まあ、フォワードのところを、補強してくるのかなと思うんうんですけれども、ただ、上田綺世もいますし、染野もいるので、別にフォワードにいないわけじゃないんですよね。そういうことを考えると、もしかしたらただ、フォワードに外国人選手、どんと取ってくる可能性もあります。ただ、ここはやっぱりね、ベラードの、動向次第になってくるので、ちょっと鹿島としては今後、ちょっと移籍市場、ちょっとね、どうなのか、ね、優先順位が変わるのか、ちょっと注目でございますね。はい、で最後、動き始めた九州勢ということでございましてですね、ここに来ましたね、ここで来ました、鳥栖は千葉から山下、大宮から堺を獲得と、で原と森下は残念ながらアウト、移籍ということでございますね。鳥栖は本当、千葉から山下っていう、レノファ山口の時大活躍したフォワードの選手ですね、身長184センチだったかな、高さもあるんですけども、ただ高さを生かしたこの、なんだろう、プレーというよりも、やっぱりドリブル、ね、このセンス、ドリブルセンスがあるドリブルセンスのある選手で、いつもこれね、言い間違い、センスのある選手でございますけれども、ただやっぱりヘディングの強さはもちろんあるわけでございますね。ただやっぱり184センチということで、フィジカルのとこ、注目されると思うんですけども、やっぱりフィジカルでゴリゴリいくよりも、空中戦の強さとか、あと足元のうまさとか、そっちの方がいいのか、スマートな選手かと思います。で、大宮から堺ですね、やっぱりアビスパ福岡時代の僕は印象が強いんですけども、やっぱりフィジカルがすごい、J2 でもトップクラスのフィジカルを持つ堺、選手でございますけれども、どこで起用されるのか、サイドバック、ウィングバック、いろんなとこサイドハーフ、できる選手でございますし、多分やろうと思えばフォワードもできたりとか、いろんなポジションで強く買われて、本当移籍するクラブによって本当ね、ポジションが変わる選手でございますけれども、これしかし、大きな補強かと思いますね。で、本当原と森下の後は残念でございますけれどもね、ただ育成型クラブ、ある意味で育成型クラブのサガン鳥栖としては、原、森下、こういうね、若手が巣立っていくのはクラブの方針上仕方ないというか、今後はこういうことがベターというかね、なっていくよねということで、ちょっと寂しさはもちろんあるんですけども、ただこういうことを考えると、やっぱりね、育成クラブとしてはある意味で成功事例になるのかと思いますね。やっぱり大卒1年目で、J リーグの上のレベルのある名古屋グランパスに移籍なので、育成型クラブとしては成功かと思いますけども、さあここ難しいところでございますね。はい、で大分はウェビスを京都からで、湘南からサッカーを獲得ということでございまして、ウェビス選手は噂はありましたね。今シーズン出場自体は少ないなんで10何試合なんですけど、スピードのある、ディフェンダーということでございまして、で今日の大分の、動画でも話したんですけど、10何試合しか出ていない選手を片野坂監督が、目をつけて引っ張っていくっていうことは、やっぱりよっぽど、ね、この選手の成功っていうのを、描けているのかという感じがしますね。で湘南からやっぱり坂選手ですね、J リーグの中でも本当ね、フィード能力の高い、センターバックです。これ前も紹介しましたけど、身長は低い、身長は173センチぐらいかな、低いんですけども、高いフィード能力とか強さは非常にあります。インターセプトの回数もうまいです。そういうことでやっぱ湘南からこのサッカー選手の獲得が大きいですね。でここにないんですけど、あとムン・キョンゴン選手も兵役のため退団ということでございましてね、これポープ・ウィリアムが加入するということでございましてですね、ゴールキーパーですね、おそらくキーパー誰か移籍するだろうと言われていたんですけど、まさか兵役っていうなかなかね、そういう事情かとね、あまり兵役のことを聞いてなかったんですけど、ここに来て兵役が始まるということでございましてですね、ムンキョンゴン、本当一時期大分のレギュラーゴールキーパー座を射止めていたので残念でありますけれども、いつかね、また J リーグ帰ってきてほしいなと思いますね。でギラバンツ、こちらで、神戸からまさかの藤谷と吉丸ということで、藤原は新潟へなんですけども、まさかで、しかも完全移籍っていうのはどういうことかとね、別にそこを不良とは聞いてないんですけどもね、ただ藤谷選手に関しては、オリンピック代表候補にも、上がっている選手でございまして、常連組、外れることもあるんですけれども、ただ一時期常連組として常に名前のあった選手でございます。本当サイドバック、ウィングバックできる選手でございまして、本当サッカーセンスの塊りというか、本当トラップの技術とか細かいとこ、非常に基礎的な技術の高い選手で、本当身体能力、スピードとか、アジリティ高い選手でございます。ちょっと神戸では出場機会は少なかったんですけども、ただここに来て神戸から移籍と。で神戸はね、西も放出してるんです、裏にね。で、サイドバックどうするんだろうって、神戸はね、この後ちょっと神戸の話は、じっくりこの後するんで、いいか、ちょっと置いときますけども、神戸の話はちょっと聞きたい方は、後からということでございますね。で、吉丸っていうキーパーも獲得で、この吉丸選手は僕は吉丸に関しては、ビファーレ長崎が取れば美味しいから、この藤谷も吉丸もビファーレ長崎が取れたらいいよねってずっと言っていたんです。ビファーレ長崎は吉田監督が就任ということでございまして、ヴィッセル神戸にいたので、藤谷とか吉丸とか若手が取れればいいよねって言ったら、まさかの北九州に取られるということでございいましてですね、本当吉丸選手に関しても1試合しか必要ないんですよね、今年で1試合しか必要ないんですけども、たまたま僕この1試合を90分間見て、このゴールキーパーにお金を全然払える、このキーパーを見るためにこの試合を見る価値があるっていうぐらいインパクトがすごかったです。それぐらい本当素晴らしい選手でございます。期待でございますね。ね、藤原新潟はちょっと残念ですけどしょうがないかって感じがしますね。で、まあ長崎はエジカルジュの完全移籍決定ということで、やはりレンタルみたいだったですね。まあ、一時期は完全移籍で加入と言われていたんですけど、やっぱりレンタルからの完全移籍、そこはちょっと情報がいろいろありまして、結局どうなんだいということだったんですけども、まあ、エジカルジュの完全移籍決定でございますね。で、福岡めっちゃ経営更新ということでございまして、まあ新規加入選手は今のところないんですけど、前選手、石津選手とか、昨日はジョーゴ選手のね、経営更新もありました。そういうことでいうと、福岡だ徐々にまあ経営更新、まあ、加入の新加入の話、噂は、まあ、あれなんですけど、ただ、そこに来てやっぱりちゃんといる選手で今年 J2 をしっかり戦った選手の契約更新っていうのは非常に大きいのかと、まあ、レンタル組を除くと結構ねしっかり選手残せているのは結構、プラスかなと思います。あとは上島がもしかしたら、柏レイソルのルヴァンの後だから年明け1月4日1月5日とか6日にはもしかしたら上島の復帰というのが言われるかもしれないので、ちょっとそこはね、粘ってねレイソルになんとかもう1年貸してくれませんかということで言いたいんですけども、ちょっと厳しいかな正直ね。まあサロモンソンに関しては広島に戻るかどうかっていうのもいろいろありますけども、さあどうだ、増山もどうかということでございますね。神戸が結構放出していますので、まあ、レンタル組の、ね、復帰っていうのもあるのかと、そこは不安にはなるんですけども、ただ、こういうねしっかり J2 をしっかり1年間戦ってきた、まあもともと所属の福岡の選手、レンタル組じゃない選手をしっかり契約更新しているっていうのはやっぱりアビスパ福岡そこはしっかりやれていて、そこは全然いいと思いますので、今後もねまず主力選手の、残留、そしてレンタル組のねなんとかして残留を目指してほしいなと思いますね。はい、ということで、最後っていうか今後の移籍市場予想ですね。これまあ最初言いましたけども、柏、ガンバ、川崎、東京の発表が今後続々出てきます。これは間違いありません。で、動画のコメントでですね、ガンバの、話がないじゃないかと、移籍の話でガンバがないじゃないかっていうのはまあちょくちょく上がっていますね。レアンドロ・ペレイラ選手が来るんじゃないかとか、まあいろいろあるんですけども、ただやっぱりね、ここの4チームに関してはまだ天皇杯とルヴァンカップというカップ戦を残していますので、どうしてもやっぱこの全日程を実は終えていないんですね。全日程を終えていないのがこの、4チームでございまして、やっぱり全日程終わらないとね、できる話、できない話、公式発表とかあるんですよね。だから年明けに続々お話が出るのはこのチームかと、柏で言ったらパオルンガがどうなるかとか、アビスパにレンタルで言ってる上島がどうなるかとかありますが、で言うとやっぱり他の、選手、多分ガンバもね来季 ACL があるので、このまま取らないということはないと思いますので、ガンバも出ると思います。で、川崎に関してもレンタル選手どうなるのかとか、まあ、東野選手の復帰はまあ決まったんですけれども、で東野選手も決まりましたし、大分は下田北斗もそう格闘決まったので、下田北斗の名前を入れるの忘れてましたけれども、下田選手はまあ移籍放出ということでございます。まだ加入の話はほぼないんですよね。で東京もどうなるか、まあ、ほとんど話がありません。ただこの後は続々出てくると思います。で、まあ、不気味な神戸ということでございましてね、さっきも言いましたけども、神戸がね、なんだろうタイトルも残していないので、いつ発表してもいいと思うんですよ。このね上の4チームはやっぱりこうタイトルが残ってるからしょうがないというのは、日程を終えてないからしょうがないんですけど、日程を終えている神戸が何もないっていうのがちょっと不気味というか、って思うんですよね。でこれ柏も結構実はインの話って少ないんですね。噂も含めてインの話は少ないんですけれども、ただ柏の場合去年の補強がえぐかったんですね。去年がそもそもめちゃくちゃ取っているので、正直そんな補強っていう補強はいらないのかって感じもしていてですね。でただ神戸に関してはまあ順位も正直下の方で終わってしまいましたし、で結果が求められるチームでございますので、やっぱり補強は必要と思うんですけれどもね。藤谷選手も西選手もまあ移籍しました。ダンクレーも退団、渡辺選手も、退団ということでございましてですね、さあ何の話も聞こえてこないんですよね。まあ、ヴィッセル神戸の場合ユースが優秀なので、そこから引き上げっていうのはもちろんあると思うんですけども、ただそれにしてもちょっとね寂しいなって、あのねヴィッセル神戸が寂しい。まあ親会社がね楽天でお金はあるはずと思いますし、まあどうなんですね。まあ通販でも通販事業がメインなので、そんなにね大きな赤字っていうイメージじゃないんですけど、やっぱり苦しいのかなって感じが、しますね。でもしかしたらまあイニエスタのこの年俸がここに来てちょっとガクッとね負担になっている可能性とかもありますね。で補強があれば出る選手もいる、押し出された選手を狙うべき、これは本当に一番いい点はやっぱ九州勢のクラブにおすすめしたい補強、僕なんかが言うのもあれですけどもね、要はね補強がいろんなチーム出て今、例えば名古屋はね柿谷とか、それこそ清水は AFC の残留したりとか、えぐい補強いろいろまあしているわけでございますけれども、獲得があればちょっともうここのポジションの選手、今年はこの選手出番がないんじゃないか。例えば言うと清水エスパルスが J2 で大活躍した永井選手と権田選手が加入したわけで、この3番手キーパーっていうのはおそらく狙い目になる。この3番手キーパーっていうとやっぱり梅田選手とか将来有望なんですよね。梅田選手ゴールキーパーでいうと、でそういう選手を補強できたら美味しいって思うのが僕はやっぱり長崎とか、北九州とか、福岡全部そうですね、九州勢とか全部そうなんですけれども、やっぱりこの梅田選手は狙い目と思いますし、やっぱり補強があったからその代わり出場機会が減る選手とか出場機会が危うくなる選手というのはもちろんあります。で本当今後押し出された選手っていうのがどんどん出てきます。でも本当ね、名古屋とかセレッソとか、浦和もそうなんですけども、浦和は結構放出もしてますか。で放出が少なかったりとかあまり話が出ていないクラブっていうのは多分今後ね、そういうね押し出された選手を拾ったりとかっていうのはあると思うんですよね。多分今名古屋でいうと、名古屋 ACL もありますけども、あるので名古屋としたらやっぱり ACL があるので選手は確保しておきたいと思うんですけども、ただやっぱりね、これで柿谷が入ったから出場機会得られない選手とか、長澤が入ったから出場機会減るであろう選手、例えばポジションちょっと違えど、宮原選手とかあそこはいい選手が、実はいるんですよね。出場機会の選手いっぱいないけど、出場機会はないけども有望の選手がいるので、そういうね、補強があってちょっとさらに立場が厳しくなった選手っていうのを今後狙うべきと思いますし、各クラブそこに大物の獲得よりも今後はそういうね出場機会を失う可能性のある選手っていうのがメインになってくるのかと思いますね。だからそこは今後増えていくのかと思いますし、ちょっとね出遅れたサガン鳥栖とかそこら辺を狙ってほしいなと思いますね。はい、ということでちょっと今回長くなりました、申し訳ございません。ということで以上パラボでJリーグサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。